沖縄、先島への道は、柴良太郎の気候文集、街道を行くの、第6巻。単行版は、朝日新聞社、初版1975年。週刊朝日1974年6月21日号から1974年11月5日号に、連載された。旅の時期は、1974年4月1日から6日までであった。 旅のコース同行者は、挿絵の須田国田、編集部の H。原岡かすえ、緑夫人。芝一行は4月1日に沖縄に飛んだ。29年前のこの日、米軍が沖縄上陸を開始し、その後2ヶ月半の間に50万の住民が住む。沖縄本島では約15万の住民が死に。 島全体の兵も石垣も木も建造物も粉々に砕かれていった。姫百合りの塔や砂糖キビ畑の歌は、この沖縄戦の激しさと悲劇を今日に伝えているが、芝にとっても、本土の身代わりになった沖縄を平静な気持ちで訪れることはできず、自分が生きていることが罪であるような、物うさに襲われていた。この沖縄問題に、どう気持ちの整理をつけるのか。 それもこの旅の一つの主題になっている。この旅で出会った何人かの若者が、芝にとって心の救いになっているのかもしれない。芝は1972年の沖縄本土復帰前に2度、復帰後に一度沖縄を訪れている。沖縄問題とは別に、本土では1000年前に滅んでしまったかもしれない古代を、沖縄に感じることもこの旅の大きな目的になっている。 この旅の中で沖縄問題を含めた近代という重い現実とこの古代の自由さえの秘象との葛藤が芝の真珠を渦巻いている。沖縄に着いた夜、芝は島を年夫に会い、以前から島をの言う琉球湖とかヤポネシアといった暴爆とした世界に共感していた芝は自分を日本人と規定するより和人と規定する方が ずっと自分が広がっていく感じがするという考えを持っていて、島尾の賛同を得る。芝は沖縄に来るたびに稲を植え、魚老をして暮らしていた和人の頃を思い、沖縄の町や島々に現和人の風刺をありありと見るような思いがして、にわかに気持ちが青空へ突き抜けていくように愉快になるのである。南西航空のロビーのトイレの便器に排便が、 流されずにあったのを黄色いシャツのジーパン姿の青年がこんなことする人、本土の人に決まっているよといった言葉から本土資本が沖縄の土地を札束で砲を叩くようにして買い占めている竹だけしさを連想し日本人の海外での評判の悪さを歴史的に振り返る。糸満にも立ち寄り中国、朝鮮、日本などの東アジアの沿岸地方一帯にいて 魚老という技術や暮らしを通して一つ文化を持っていた、安住族に思いを馳せる。芝は飛行機で進路を、西南の石垣島に向かい、黒潮のふるさとへ行く思いがし、日本の島々に住む者にとってこの黒潮と、モンスーンが、その生活を決定していることの重要性を指摘するとともに、晩年の柳田国尾が、会場の道で述べた稲は、 沖縄の島々を経て本土に来たという説を肯定的に紹介している。翌朝、石垣の町を歩き、石積みの兵で巡らされ、兵は赤い琉球瓦で吹かれている、美しい宮永殿内という種族屋敷を訪ねる。竹富島では旅館の手伝いをしている、東京出身の青年 T 君の屈託のない生き方に感銘を覚える。昼って沖縄問題を、 青春のアクセサリーのようにして論じてきた学生たちや、自分の若い頃、アジアの壁地で生涯を送ると言っていた連中が、その決断に倒水したことに対して、いやらしさを感じてしまう。当時、人口が336人だった竹富島は、今日まで、本土の観光資本から島の自然と文化を守って、きたが、その運動の中心人物である、上瀬戸徹にも会う。 また、妾になることを所望した石垣島から来た役人に、肘鉄砲を食らわせた、朝戸や久山という美女を出した朝戸家を訪れる。旅館の食事ごとに給仕をしてくれた二重の娘が、訪れようとして結局行けなかった、果てる魔党出身だと知って驚き、東京に行きたいという娘に対して、芝は、この太古の純朴さを持つ少女に、都会に行って、辛い目に遭うよりは、 竹富島の方がずっといいじゃないか。東京は怖いからねと老婆心からアドバイスする。宿泊した石垣島のリゾートホテルで、東京の金のある若者が、モーターボートの爆音を鳴らしている光景を見て、バカバカしく感じた。石垣空港で、農林省の議官である丸、杉幸之助から、入り表島が面白いと教えられ、行けなくて残念がある。与那国島の空港の売店で、 与那国島氏の著者である、池間栄座の夫人に幸運にも出会い、宿泊する宿まで、軽四輪で連れて行ってもらう。与那国島からは、台湾が近く、台湾の歴史に思いを馳せる。疎内というところでは最も風景のいいところにある、門中房を訪れ、海風の吹き渡る台上で暮らす有名の境がない、島民の死生観に触れる。最後に、那覇から来た。 巡業の役者の狂言と龍華を花酒を飲みつつ、鑑賞して旅を終える。ありがとうございます。